人造人間セルとの激闘から数年後、それぞれ平穏な生活を送る Z 戦士たち。だがその平穏を打ち破るように破壊の権化魔人ブーが現れる。吸収と進化を繰り返す魔人ブーに苦戦を強いられる Z 戦士たち。仲間たちを地球を守るため、いや自分の可能性を試すため、互いを認め合った宿敵2人は究極の融合戦士へと変身する。孫親子の活躍によりセルの魔の手から救われた人々は平和な日々を送っていた。孫悟飯は16歳になり、サタンシティにある高校へ通うこととなる。そしてひょんなことから正義の味方として、悪と戦うヒーローとして活躍していた。イーデルさん、修行の方はどうです？さあどうかしら。今度の天界地武道会で教えてあげるわ。少女の名はビーデル、あのミスターサタンの娘であり、町の平和を守る正義の味方でもある。ゴハンの不思議な魅力に惹かれたビーデルはやがて悟空ファミリーの新たな一員となる。はははそれは楽しみですね。貴様ら、この私を舐めとるな。10秒で殺してやるぞ。こうして悪を懲らしめつつも天界地武道会に向け修行に励むゴハンとビーデルであった。間近に迫る天界地武道会、選手たちは修行の最後の仕上げに精を出していた。本気でかかってきていいぞ。よし、今度は負けないからね。
よーい、はじめ。修行の成果を試してやろう。え、いいの、パパ。クールダウンにはちょうどいい。
うなってやがるんだ。まったく。しないぞ。うん、僕もだよ。で好きなの3つぐらいやるからさ。本当？絶対だよ。や。始まってしまう。ガキに負けたんじゃ俺の名に傷がついてしまう。わかったよ、ちょいっとだね。おーし、さあ、かかってこい。もしよろしければ、私たちと一緒にあなたたちも来てください。とても助かります。
もちろん払います。決まりだな、毎度あり。ちゃんと払わないとぶっ殺すからな。はい、わかりました。さっさとかかってこい、貴様らまとめてな。ダメダメ、お前を倒すのは僕の番なんだ。なめるのもいい加減にしろよ。
覚悟はできた。違うな。うってつけの戦士が見つかったのだ。